じゃあすみません、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうしましょう。結構長いです。あ、引っかかりますね。そうですね。だいぶ毛先の方傷んでるかなっていうのと。どうしようかな。でもまあお写真いただいたみたいにちょっとツヤがあるような感じで。はい、あったらいいなと。グレー系。そうですね。ちょっと透明感があるカラーが好きで。うん、結構暗め。そうですね。結構1週間ぐらいで染めてもすぐ色落ちしちゃうので。はい、なんだって。いつも、まあ、多分シャンプーの問題なのかなと思うんですけど。いつも染めるときは結構地毛ぐらいまで暗めにしてもらって、1週間後ぐらいにかけてちょっといい感じの色にみたいな感じにしてたんですけど。行きましょうか。カットどんな感じがいいですか。そうですね。なんか死んで送ったなんか、スタイルに巻きやすい感じの、うん、巻きやすい感じ、うん、そうですね、結構太めのコテで、はい、結構ゆるい感じ、大きいカールが好きで、いいですね、はい、行きましょう。あとここのボリューム感とか、そうですね、分け目とか、あとこの顔周り、前髪ないので、うん、ここをこううまく S 字じゃないですけど、うん、巻きやすいこういう前髪があったらいいなと。なんか思ったより短いですね、ここ。そうですね、ここ切ったばっかり2ヶ月ぐらい前にこう切ったばっかりで、うん、どうですかね。あ、でも今位置的にはちょうどいいのかなと思って。確かに、うん、上げたい。そんなことないです。どういや多分なんだけど、ここがこう根元立ち上がってきたらこうですよ、ね、はい、ちょうど、あ、そうで、ここはこう行きたいから、はい、まあ毛先は切るとして、はい、ここら辺なんかちょっともたつきますね。そうなんですよ。そう、ここら辺もたつかないように、はい、ここから落ち始めてきちゃって、カールが。そうですよね、はい、じゃあ若干ここ短くしましょうか。うん、で、ここの、この S 字が多分今ここ重たくてボテッと顔にかかってくるから、ここを少し軽くして、はい、巻きやすくして、後ろは厚みを出す、はい、で、グレーっぽい感じのカラー、うん、暗め。そうですね、若干若干暗め、若干暗め、はい、行きましょう。お願いします、はい、めっちゃツヤ出します。ありがとうございます。じゃあ準備します、はい、はい、お願いします。じゃあまずモデルさんのビフォーチェックですね。結構細いです。細い髪の毛で、で多分色が定着が悪いと思うんで、毛先まあちょっと枝毛ができてるっていう形なんで、で引っかかりがある。なんで今日はもうトリートメント、まあ、重視のカラー、ツヤ系のカラーでいきます。ちょっと濃いめでいきますね。結構抜けやすそうなんで、だから仕上がりは暗くいこうかなと思います。はい、薬剤こちらですね。アルテマリトーノとアデクシーシルバーを使います。クリア、ディープブルー、シルバー 2GB を 111%10% ですね。基本はもうクリアと、あとディープブルーの色になるんですけど、そこにシルバーを足すことによって少し深みのあるツヤっていうのを出します。で 2GB10% 入れることによってしっかりと色持ちのいい髪になります。で今回処理剤すごいです。しっかり入れます。ちなみに 3% オールですね。でまずテンサイと大さじ1杯と、まあ、GLT 今回 40g 入れてますね。でこれペラフェクトコネクタ、まああれですね、マレン酸系のプレックス剤ですね。しっかりと強度アップっていうのを、ね、狙います。あとハウタムを大体 3g ぐらいですかね入れて、しっかりと、こちら保湿、手触りの良さ、ツヤ出しっていう面で入れます。はい、じゃあ行きましょう。ロングですね。だいぶ伸ばしてて、逆に次どこまで伸ばせばいいか分かんなくなっちゃう。でもそんな長さは切らないんで、はい、でもちょっと毛先だいぶ枝ってますね。だいぶ枝ってます。自分でも気づいてますね。どんぐらいまでだったら切っても大丈夫そう。3、4センチぐらいだったらって感じ。あ、だったらそうですね、うん、もう切るつもりではいました。そう、ちょっとね、枝毛の修復、はい、結構トリートメントだけだとやっぱり枝毛になってしまったとこっていうのはくっつけるのはなかなか難しいんですよね。でもホームケアとかで結構綺麗になったりするから、例えばアイロンする前に、はい、うちだと PPT02 っていうクリームがあるんですけど、はい、それをつけてすごい薄くつけてアイロンすると枝毛がくっつくんです、そう、くっつくんです。そう、くっつくのが毎日やってくるとどん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 修復されてくるんで、酸性、あのアルカリ性酸性の酸性のホームケア剤なんで、はい、酸性ってちょっとキュッと締まるんで、それが効いてっていうやつがあるんですけど、まあいろいろと家でもやったりとか。全然アイロン前とか何もしてなかったです。何もしてなかった。何もしない、はい、まだ大丈夫です、若いから。大丈夫ですか、若いから。でも髪質最高にいいパターン。いや本当ですか、はい、いやちょっと赤羽あたりで飲んでる人のテンションです。今日赤羽行ってきました。あ、そう、まさかの赤羽いました。赤羽だからテンションが赤羽テンションで、赤羽
赤羽はネイルしに行ってて、友達が働いてて、うん、赤羽でネイル、赤羽でネイルしてきたんですよ。なんかそんな渋いね。結構でも赤羽行きますね。あ、本当ですか。小岩みたいな。ああ、でも似たような蒲田とか、うんうん、蒲田、小岩、そういう町ですよね。県境だからね。そうですね。埼玉との県境、蒲田は神奈川との県境で、小岩は千葉との県境、うん、まさにですね。そうそうそう、まさにまさに。で参りました。ひろゆきの出身地ですよね。あ、そうですよね。そうそうそう。そうでした、そうでした、うん。多分今後使わない情報です。私は初めて聞きました。これ絶対今後使わない。わかんないよ。ありがとうございます。ひろゆきってどこ出身なんだろうとかなんないかもしれない。ひろゆきさんバカにしてとか赤羽でバカにしてとかじゃなくて、なくないですか別に。いいじゃん、豆知識として取っとけば。今後いらない豆知識。いらなくないから。絶対使わない。どうすんの、それで意気投合したなんか誰かと。確かに。話が合うこの子みたいな。盛り上がっちゃった。ひろゆきで、そしたらググりますよ、その場で。ひろゆきの出身地どこだろうみたいな。確かに、ググったら出てきそう。知ってたらなんか、そんなひろゆきすげえだったのみたいな。食べます、食べる。あ、そうなんだ、みたいな。確かにね。この回がまたすごいですね。そう、美容師さんがいっぱい、はい、なんだろう、フリーというか独立して集まってる感じ。そうだったんですね、はい、最初住所の意味が分からなくて、とりあえずビル入ってついて、お住所の意味、ここかと思ってここか、はい、そうなんですよ、面白いですよね。初めて来ましたね、こんな感じの。今流行りの携帯かな。あ、そうなんですね、はい、赤羽から来ましたね。赤羽ご出身赤羽じゃないじゃん。モデルさんのイメージ、私新大久保なんですけど。え、本当ですか。でも好きです。あ、うん、確かに赤羽っていう新大久保、新大久保なんだ。新大久保出身な人はいないと思う。確かにそうだなっていう新大久保 K-POP って感じの新大久保。そうですね、よく行ってます。よく行ってます。 K-POP とかも好きで。あ、なんか、うん、そうよりかは、まあ、今行けないんですけど、うん、普通に旅行行ったりとか、旅行最高ですよね。食べ物とか、うんうん、そうですね、服とかが好きですね。新大久保行ってないな最近。今新大久保も本当にすごいですね、人が。人がずっと人いますよ、はい、賑やかすぎて。これ多分岩崎とあの撮影で行ったのが最後かも。撮影で妖怪誌の撮影で、はい、韓国風パーマみたいなのを特集するっつって、はい、で特集されさせてもらったんだけど、でじゃあ扉の写真が欲しいから、扉っていうよりは開いた時に、はい、長戸さんが教える韓国風パーマみたいなのが欲しいからっつって、はい、韓国風にしたいからっつって、韓国料理屋の前でホットクをチーズホットクチーズドッグ、チーズハットグ、そうそうそう、ね、それをこれをしてくださいって言われて、見てるこっちが気持ちいい。ちゃんと伸びますよね。しかも超人通りあるとこで、でしかも道を挟んでカメラマンさんが超望遠のレンズで、はい、もっとチーズ伸ばしてやつ。その日新大久保一面白いですね。いや、そうそうそう、しかもなんか、はい、そんなカメラマンがいるから、はい、もうみんな歩く人が誰いや絶対なりますよ。アイドルみたいな。新大久保だし、工夫とは程遠い男がチーズ伸ばしてるだけの何者だそれみたいな。そう、最強に面白いです。相当恥ずかしかったです。まずいっす。めっちゃあるね、人通りが。あれは僕思うんですけど、編集の人がそのまま韓国料理を食べたかっただけ。あ、なるほど。そういう、だってそのままそこの店の中で、はい、ご飯食べて、ご飯食べて打ち合わせで、はい、その子を写真撮るかと思ったら撮らなかった。撮らない、ただ食べたかったんですね。謎な企画の面白いです、はい、チーズドッグも美味しいですしね。でも伸ばしてちょっと食べたら、あ、もうここでご飯食べて、それはちょっとお預かりしますって。スタッフが美味しくいただきました。スタッフが美味しくいただきました。よく来たやつですね。よく来た。これでお時間をいきましょう、はい、結構巻く感じだから。パーマ以前かけたことあります？パーマは一番最近かけたのが去年の、うん、夏ぐらいにかけました。去年夏ぐらい。はい。なんかパーマによるダメージ結構感じるんですよね。そうですね。多分間違いなくダメージはなんかそうですよね。ある意味かけてちょっと傷んじゃったぐらいのが、あの負けがすごい持つんですよ。あ、そういうことか。なるほどね。傷んでないと、はい、あの何もしてない時、うん、本当に直毛すぎて、うん、あ、なるほど。もう家出て5分もう駅着くぐらいにはもう負けが時期によってですけど、なるほど、ね、落ちちゃうみたいな感じで、で初めてパーマ
パーマやったのが、うんうん、2年ぐらい前の夏ぐらいにやったんですかね、うんうん、そっからはあでもパーマだけでは、うん、なんか、まあ、自分のセットの問題もあるんですけどプラス自分で巻いてあ巻きが持ってると思ってでもその分枝毛めっちゃできますちょっともう分からなくなっちゃって、はい、ワイルドな考え方しますパーマ、はい、なんかまあ今回は、はい、結構もう毛先かけられないと思うんですけど、はい、普通のパーマじゃなくて酸性デジタルパーマっていうのがいいと思います。初めて聞きました。そう、それが多分髪質めっちゃ合うから酸性のデジタルパーマが一番枝毛もできず、はい、そうのが酸性、うん、ぜひ、はいはい、今日はとりあえずでも綺麗にします。ありがとうございます。はい、じゃあそんな感じで、はい、これあったかくなるんで、あ、そうなんですか、はい、でトリートメント成分がさっきいっぱい後ろでごちゃごちゃ説明してたの、はい、あれがもう全部入ってるんですよ。普通のカラーのプラストリートメント成分が4つか5つぐらい入ってて、はい、それを温めて浸透させます。赤羽から来ました来ましたけどちょっとそんな感じで、はい、わかりました。はい、はい、お疲れ様です。結構あったかくなかった。めっちゃあったかいです。ですよね。トリートメントどんどん浸透します。赤羽根から来ました今日なかなか面白いキャラですでこの後少し冷ますんですけど、その間にトリートメントをもう一回浸透させます。だいぶいい色になりましたね。わいい感じです。はい、じゃあまずアクアですね。アクアとインフォームをつけて、まずクーリング乳化兼トリートメントのオイトリートメントですね、押していきます。全体つけます。ここで水が合わさることによって、離島のカラーの方のアルカリを有利する力が出てくるので、アルカリがどんどん外に出ていきます。それで残留アルカリを減らすことによってダメージを減らしてくれるっていう効果が期待できますね。でインフォームつけることによって結合力の強化ですね、今後枝毛とかができにくくする土台、あとはパーマとかをかけやすくする土台っていうのを作れるような髪にしていきます。でこのあと5分置いてシャンプー台でやることですね。カラーは基本もう本当にカラー剤の選定から後処理が本当に大事です。トリートメントするのはもちろんなんですけど、後処理でいかに残留アルカリを取ってあげるかっていうのが大事なんで、まずシャンプー台でしっかりと乳化します。リトールの良さを生かすためにしっかりと長めに乳化して、で水洗流します。そしたらまずアフターカラーフォームゼロを使って残留アルカリを取ります。しっかり取ってヘマチンで最終発色を促します。でそれしたら流さずにその上からノットのシャンプーで栄養補給、加水分解シルクが入ってるのでちゃんと髪の毛を補修してくれます。でさらにこれが終わったら流して、今回はコアミですね、アリミのコアミをやります。でコアミ結構髪の毛が細くて体力がそんなに元々の HP が少ない方なんで、ちゃんと回復させてあげるためにコアミをする直前に、さっきのヘラフェクトフレックス剤ですね、フレックス剤をまずつけます。でつけてからコアミの M の2番でそのまま3番やって流して4番だよねそこら辺の順番は全部岩崎頼みですなんで確認するんですか今いい感じの説明なのおいコアミの順番は岩崎頼み合ってます。はい、よろしくお願いしますよし、染まりました。染まりました、うん、いい感じです。ツヤめっちゃ出ますんで、あー、うん、嬉しいです。あと張り腰がすごい出ると思うんですよ。あ、本当ですか、うん、欲しいやつですよね。欲しいやつです。 OK、 とっても欲しいです。 OK、 さあ、じゃあカラー終わったんでカット解説からいきましょう。はい、じゃあちょっと下向いてください。まあ、毛量さ、毛量すごい多いわけでもなく髪の毛もすごい柔らかくて細い感じなんで今日はすきません。で、後ろはワンレングスでいきます。ワンレングスで今現在が、まあ、ラウンドで前に上がってる感じなんでこれもそのままでいこうかなと思います。今日作るのは前髪と横のつなぎですね。それによってあのもたついてた顔周りの毛っていうのを巻きやすくしようかなと思います。まあ、ワンレングスなんで鉢のところでブロッキングします。これ毛量多い人だったらここまでいかないですね。ここで1回ブロッキングした方がいいです。よし、行きましょう。で洋服コーミングで三つ襟ここですね、しっかりとこうえぐるようにコーミングしてあげてください。そうすると綺麗にコーミングできます。はい、そしたら下ろしてノーテンションで今日のちょっと枝毛ができてそうなところ3センチ4センチのあたりでブラントカット、はい、ブラントカット、緩やかな前上がりにします。左右対称です。はい、じゃあ上段ですね、放射線状にコーミング、この時の視点はここです。どうしても切るところこっちを見ちゃってこうやってコーミングする人いるんですけど、一番見なきゃいけないのってここがちゃんと放射線状にコーミングできてるかどうかなんで、それをちゃんと見てしっかりコーミングします。そしたらまたテンションかけずにブラント
はい、同じくですね。で、体がちゃんと切るとこの真正面に行くように。だから少しずつ少しずつカットチェアが移動します。はい、体の移動。溝落ちの前で切るっていうイメージですね、ちゃんと。カットは姿勢です。肘の位置、あと体の位置。それでだいぶ決まってくるんで、そこをちゃんと重点的に考えてカットしてください。はい、今度真正面向いてください。そしたら半分に割って、前。前にコーミングして、ここも、視点はここ。で、ちゃんと綺麗にコーミングできてるかどうかを確認。そしたら次、コーミング。この耳のあたり、ここに耳にかかってる毛がないようにコーミング。で、上から耳引っ掛けないように。で、欲しいのは、三つ襟の毛がどこの位置か。ここですね。三つ襟の毛がどこの位置かっていうのが欲しいんで、三つ襟の毛を見つけたら、そっから緩やかな前上がり。こうして、緩やかに前上がりします。そうすると、すべての毛が同じ場所で揃って、ここが動きが出るポイントになります。そしたら、三つ襟の毛をこう押し込む感じでコーミングすると、これですね。三つ襟がちょっと出てくるんで、切ります。はい、ワンレグスシュートですね。逆サイド同様です。同様なんで、そのまま淡々といきましょう。三つ襟の毛を見つける。下ろす。はい、で、三つ襟を押し込んでコーミングしてあげて、出てきたところを落とす。はい。そしたらもう左右揃ってます。体の位置がずれなければ左右揃えるなんてすごい簡単なので、どうしてもなんか無理な体勢とかでカットしてるから左右が揃わなくなってくるんで、ちゃんとこの真正面、体幹で切る、体幹溝落ちの前で切るっていうのを意識してください。で、ちなみに髪の毛が細いお客様モデルさんっていうのはドライでレイヤー入れてった方がいいんで、このまま乾かしてます。よし、乾かす前に PLT ですね、髪質改善ミスト。レブリン酸によってツヤが出るのとうねりが減ります。ただでさえノットのシャンプーでうねりが減ってるんで、さらにツヤ感っていうのを出してきます。はい、ベタにリンクオイルですね。表面メイン、表面中間で毛先にちょっといく。で、さっき言ったんですけど、枝毛が気になったんで、まずこの先の先、もうほんと先だけでいいです、に PPT02 を毛先5センチから7センチぐらいのところに押し込みます。これつけすぎ注意です。本当に効果のあるトリートメントなんですけど、弱点として重くなります。なんで重くなりすぎるとすごいベタついて見えるんで、ちゃんとこの毛先のみで力入れて押し込む。ホームケアで使う場合もしっかりとこう押し込んであげると効果的です。はい、じゃあブローしましょう。はい、乾かします。はい、ブロー終わりました。色綺麗ですね。こういう色とツヤですね。まだアイロンしてません。ブローだけ、ブローでこんぐらいのツヤが出せます。毛先のダメージもだいぶ綺麗になったんじゃないですかね。よし、じゃあカット続きいきましょう。ツヤやばいですね。やばいですね。小声ささやくよ、ささやくよ。いい感じ。触ってみます。まだブローの状態で。どうぞ。手汗がうわ、おお。いい反応ありがとうございます。これはすごいですね。めっちゃいい感じ。髪質に合わせてトリートメントも配合変えるんで、やっぱりね、すごい元の髪質がすごいいいから、あとパーマで無理やり痛めたっていうワイルドワイルドなことをして、ちょっと全然どんどん良くなります。はい、でもう一回下見てください。はい、はい、じゃあこんな感じのラウンドのワンレングスが切り上がりました。ここですね。ちょっとごめんなさい。よいしょ。はい、じゃあそしたらブラントを取ってきます。まずもう一番ネープから、はい、ちょっとカットですね。綺麗にコーミングして縦にハサミを入れる。はい、そしたら前向いてください。はい、よし。耳にかけて綺麗に首に沿うようにコーミングしてあげて、はい、こうですね。ちょっと飛び出てるところを取る。ラインが揃うように。はい、逆も一緒です。よし、かけて首に沿わせて、ここ三つ襟のちょっと飛び出たやつらを落とします。で、左右揃うように。ここは揃ってないと巻いた時に気持ち悪いんで大丈夫ですね。よし、じゃあこの前髪がありますで、前髪のこのここですね、脇のところがもたつくっていうんですけど、こういうレイヤーの時って前髪今後こう伸ばしていきますよね。そうですね。ちょっと増やしていいですか。もちろんです。じゃあこの前髪の深さを増やします。ここ意外にこれが邪魔だったりするんですよね。なんで深さを増やす。そうするとすごい巻きやすかったりします。はい、こちらも三角ベースが
多分ここにあります、ここですね、ここにあります。これの深さを増やす、この終着点は変えない、ここ深さ、はい、深さを増やす、深さを増やすことによって結構いい感じの前髪になります。よし、こうして深さが増えた前髪を前にできて、でこのここですね、前髪の一番長いところでチョップカット、はい、そうですね。そしたらちょっとレイヤー入れたいんで真上に上げてチョップ、重いところ、はい、そうするとおお、ちょっと変わってみましたよね、はい、ほんのちょっとなんだけど、そう、そうするとこうなるんで、そしたら次、今前髪が完成しました。この前髪とサイドの毛を全部前に持ってきて、ここの境目ですね、この境目をちょっとずつ落とす、もう一回こっちも行きます。こっちは前に、体が前に、サイドの毛を全部持ってきて、こうですね、ここのこれが邪魔なんで、ちょっとずつ斜めになるように落とす。それでいいです。そしたら今度このサイドの毛をもう少し軽くしたいんで、真上に上げると、はい、ここに角出てきます。こういう角が出てくるんで、ちょっと落とします。こうして、ここを落とす。逆サイド止めですね。これで、ここら辺にまずレイヤーが入ります。レイヤーが入ることによって動きが出やすくなるんじゃないでしょうか。はい、そんな感じで、ちょっと一回仕上げてみましょう。さあ、だいぶもう手触りもこういいし、ツヤも素晴らしい状態なんですけど、まあ GLT 入ってるんで、イミド結合を作るんですけど、今日はカールアイロンで作ります。カールアイロンでしっかりと180度に設定して、じっくり巻いてあげることによって、イミド結合を作ることもできます。まあもちろんストレートアイロンの方がいいんですけど、やっぱりカールアイロンで帰りたいって方はそういうやり方でいいですね。で、表面に関してはストレートアイロンでいきましょう。表面、さすがに表面出てくるところはよりツヤ感を出したいんで、表面2パネルぐらいですね。ゆっくりこうやって水蒸気が出ます。で、中間ぐらいまで毛先はカールアイロンで作りますって。このもうそろそろ反射しそうなぐらい、反射というか鏡になりそうなやつですね。よし、さあ前髪も深めに取ったんで、アイロンして温まってるうちにマジックカーラー巻きます。このアイロンの時もしっかりと内巻きにしてあげる。ちょっとアイロンの熱があるうちにカーラーを巻いてあげる。くるっと、はい、もう超気持ちいいですよ。いや、どうぞ。手汗が。やばいですよね。いい感じです。すごいです。いきましょう。さらに可愛くしましょう。ちょっと軽く毛先保護の MM スプレーしますね。そしたら鉢で取ります。鉢植えをちょっと取っといてあげて、巻き方どんなのがいいとかあるんですか。いや、特に、でも、なんだろうな。外巻きなんですかね、基本は、はい、下波ウェーブの上外巻きいきましょうか。うーん、おー、いきましょう。はい、下をまずくるっと38ミリですね。ゆっくり、通常のアイロンよりもゆっくりやります。これはトリートメントを結合させたいんで、はい、でゆっくり離して、はい、はい、バックは2段ですね。湯気が出るのが意味の結合ですね。ツヤ感やばくないですか。やばいですね。元の髪質も相当いいから。本当ですか。次元持ち悪いですよね。あ、そうですね、そうでした。学校で怒られるやつです。あ、でしたでした。羨ましがられるけど。ちょっとした苦労もある。波ウェーブが完成しました。よいしょ。そしたらトップをリバースカールですね、やって抜いてくるり抜いて毛先入れる。そしたら前髪外します。わっと、うん、おお、ボリューミー。おお、アイロンで温めた後にマジックカーラーやってあげると結構形が強く出るんで、これをちょっと少しこういう感じ。うわー、こういう感じ。すごい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 。結構あとあるのが、アイロンの立ち上がりって結構、なんかすごい持たないんで、はい、こうシングルピンで、2本でちょっと挟む。はい。グッと。うんうんうん、もうちょいかな。はい。挟んであげて、ハードスプレーで目つぶってください。はい、これでちょっと時間が。押すとよりボリューム感が出る。結構ここボリュームないの悩みじゃなかったですか。いや、もうだいぶもう固定でここに挟んで、あ、そうですね、ってあげました。たまにやけどしちゃうみたいな、はい、それでこの乾いたらちょっと乾燥させようかな。はい、
外すとこれができるんで、よし、こうするとさらにボリュームがすごい、そうそうそう、でこうこういう形にして、ここ今日切ったここら辺ですね、はい、この深くした前髪のあたりをこうリバースカール、うん、こうそうそう、来ましたね、うわー、おーおーすごい、これでちょっと一回取り止めますね、だいぶうわうわもう前髪もすごいこれで、そうそう、前髪深くしたから結構いい感じになると思うんですよね、髪の毛柔らかいんでバームで仕上げましょう、バームをほんのちょい伸ばして、おほほほほほほほ、はいはい、小刻みでスプレーでここにかけてあげるといいです、このもみあげを少し広げて、うん、こう、はい、あ、こう、そう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 、そうするとここの前髪のあたりの流れがすごい綺麗につながるんですよ、こうしてこう、そうするとおお嬉しい、はい、嬉しそうにしてくれてありがたい、めっちゃ前から見ても横から見てもいや美しい美人です。いやー、なかなかあれですね、いい感じ。お酒飲んで、お酒強そうですね。どうなんですか、ね。はい。わ、いい感じですか。もうここの、そう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 。この顔周りのところと、そう、今日言うなればメインで切ったのそこなんで、毛先は本当にあの枝たちを、枝たちちょっといなくなったの見てください。いやつらが、あ、はい、いなくなりました、わかります、わかります、ここら辺にいましたね、そう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 、ツヤ感が全然違うかなと思います、こうですね、ありがたいです、バッチリ OK、 はい、お疲れ様でした、今日は、なんていうのビント、暗くしましたね、暗くしました、ツヤ出しましたね、ツヤツヤそうで、だけを減らした、はい、で、あとはもうこういうリバースカールですね、最近流行り、まあ韓国風って言った方が早いかな、なんて言われて言うんですか、確かに吉森とか、吉森が韓国ですね、吉森巻き、うん、そう、大体リバースカールが多いし、で前髪を少し伸ばしている女の子が多いけど、そこに対しての前髪の深さっていうのをちょっと調整するだけですごい巻きやすさが変わったりとか、すごいボリューム感が変わったりするんで、こういうのおすすめです、はい、じゃあ今日はありがとうございました、ありがとうございました、はい、お疲れ様です以上です、ありがとうございます、いい感じですね、はい、これの手触りやばい、いやびっくりしましたお疲れ様でしたありがとうございました、ありがとうございます、はい、お疲れ様でした、どっから来たの、はい、お疲れ様でした、ここから出張れんちゃんです、ただ、喧嘩になるはさあ、そんな感じで今日終わりますちょっと待って、それで、ね、俺のこと殴ろうとしてるやめて危ない危ない、お疲れ様でした、可愛いもんよ、可愛いもん、どういうこと、どういうことペットボトルなんて可愛いもんお疲れ様でしたお疲れ様でした